さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日473回目の今日の表現は Stand out。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。際立つ、もしくは目立つという意味でよろしかったかと思います。さあ問題はですね、なぜこのスタンドアウトが際立つ、目立つという意味につながってくるか。それにとはスペルですね。皆さん、スタンドアウトのこの部分でよろしいかと思います。皆さん、アウトと言われたら外ですよね。ですから枠の中に収まりきらず、そこから皆さん外へ出ちゃって立ってるわけですから、それは皆さん目立ちますよね。ですから、際立つ、目立つ、外に立ってるというところからつなげることは難しくないかと思います。そしてスタンドアウト、皆さんスタンドに関する熟語でいいんですが、皆さんちょっとここは右側ご覧になっていただけるとよろしいかと思います。パート5でいつか出るんじゃないかなと思っているものが、皆さんこのスティルという表現なんですね。で、皆さん、スティルと言われたら、もしくは、まだ、という意味をご存知の方多いかと思いますが、そのスティルは副詞ですよね。だから今回ご紹介したいのは、形容詞としてのスティルなんですが、皆さん、意味はご存知でしょうか。皆さん、じっとしている。動きませんよ。静かですよ、というスティルがちゃんと存在しているんですね。ですから皆さん直訳していただけますと、まあ、じっとして立っている。まあ、こんな感じですよね。まあ、現状維持ということでよろしいかと思います。スタンドスティルという表現がよく耳にするんじゃないかって感じがするんですが、形容詞としてのじっとして、静かであるという表現、これを押さえていただきたいんですね。ただし、スティルと言われたら先ほどもお伝えしましたが、まだうにゃうにゃ、あれそういう意味じゃなかったっけ、という方、確かにまだうにゃうにゃ、例えば皆さんがですね、これから勉強しなくちゃいけない、勉強しなくちゃいけないことは分かってるんだけども、まだ勉強しておりませんというイメージを持っていただけるとよろしいかと思います。ということはそっから変わってないということですね。これから勉強しなきゃと思ったところから動きがない、変化がない、現状維持、じっとしてるんですよね。ですからまだうにゃうにゃという意味をじっとしているというところにつなげるのもそれほど難しくはないかなというところでございます。ですのでスタンドアウト、際立つ、そしてスタンドステイ、じっとしてる、現状維持であるというこの2つを合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。で、ちなみに、スタンドアウトですが、こちら ETS が制作しました公式問題集ピンクの4、テスト2のパート5、回答冊子137ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々ですね、皆様のトイックのスタップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。